今回の法案をきっかけにですね、どんどんイノベーションを起こしてもらってデジタル小作と言われるような状況を克服するような方向でですね、期待してるんですけれども。巨大 IT 新法、今回の狙いっていうのを改めて教えていただけたらと思います。デジタルプラットフォームのビジネスっていうのは、よく言われてますけれども、間接ネットワーク効果っていうのが働いてですね、限界費用がほぼゼロで、規模の利益が非常に大きく作用するんでですね、商社総取りといったような市場構造が出来上がってしまうということがよく言われてまして、現にスマートフォンの OS とかアプリストアとかブラウザとか検索サービスといったですね、今回法律で対象にしている特定のソフトウェアというのは特定のビッグテックの寡占状態になっているわけですね。寡占状態が固定化をすると新規参入というかライバルが出てきて、その状況を克服をするというかひっくり返すというようなことが難しくなるということもありますし、一方でデジタルプラットフォームのビジネスは非常にこの変化もイノベーティブですから、変化も早いもんですから、あらかじめそういう事業者に対してこういうことはしちゃいけないっていう禁止行為とか、競争を促進するためにこういうことは守ってほしいっていう遵守事項を決めてですね、それについてチェックをしていくような規制の仕方を導入するということにしたということであります。どんどんイノベーションを起こしてもらってデジタル小作と言われるような状況を克服するような方向でですね、日本の内発的なイノベーターが出てきていただくのを期待してるんですけれども、この それは霞が関全体の課題でもありますし、処遇面を含めてやっぱり専門人材が柔軟に獲得できるような体制を作ってもらいたいなと私も思ってますんで、1億円プレイヤーみたいな、そういう議論をしながらやっぱり優秀な人材を獲得することを考えないと。今のところ我々として生成 AI に絡むビジネスで日本市場で競争上の問題が今ここにあるというところまでは思ってませんけれども、革新的な技術で非常にイノベーティブにいろんな競争が起きている一方でですね、当然競争上の懸念ははらんでるわけで、データへのアクセスの問題だとか抱き合わせの問題だとか自己優遇の問題だとか、企業結合とか業務提携によっていわばこの強くなっていく生成 AI のインフラの部分や開発の部分を見てみますと、やっぱり基盤モデルの開発のところは既存のビッグテックの力が大変強いんでですね、より詳しい実態調査のようなものもですね、やってみる必要があるかなというふうに思って、なんかこう1年かけて何かをまとめるような実態調査というよりは動きに合わせて実態を把握していくようなそういう調査のやり方があってもいいんじゃないかなというような議論を今しているところです。スピード感のある実態調査をしないといかんのじゃないかなと。
デジタル化してきてますんでですね、いろんな経済取引がやっぱ早いんで、やっぱ迅速性と柔軟性っていうのがすごく我々の取り組みも求められる時代になってんじゃないかなと思ってますけどね。ここが委員会の部屋なんです。経済のがコスト型から、まあ、マークアップ型にですね、変わる分岐点というか変わり目でもありますんで、価格転嫁の適正化に向けてですね、やっぱりやるべきことは公正取引委員会としてしっかりやると、下請け法の改正、なんかの議論でですね、さらに、やるべきことがあれば議論をしていきたいというふうに思います。先進国になって、こういう成熟したね、豊かな国になってからの日本っていうのはやっぱりイノベーションが大事だと思うんですね。で、将来の人口減少の見通しなんかも踏まえれば、ある意味でイノベーションしかないわけでですね、そこを発揮するためにはやっぱりある程度意識的に皆さんが公正な土俵の上で、競い合うという感覚を持たないと。すみません、ありがとうございました。いや、どうも恐縮です。